はい、お久しぶり。フラダンスをね、踊ってください。次の夜は浜に出て、みんなで踊ろう、ヤシの畑。土曜ちゃんには12月12日にあるイベントで、父のウクレに合わせてステージでフラダンスを踊っていただきたいと思います。嬉しいです。でもちょっと不安なので、私の親友である後藤かおるさんを呼びしたいと思います。アロハ。アロハでございます。アロハでございます。先生どうぞよろしくお願いします。アロハしばらくです。拝見しましたよいやでもちゃんと様になってるじゃない。違う意味の場を踏んでるっていうかね、やっぱりプロなんだろうな、そういう意味では。だからね、あのまんまではいけないかもしれないけど、高学点ですよ。ですから今度僕らと一緒にやるときに、まだしばらくありますんで、仕上げといてください。本当におめでとうございます。よかったですよ、アロハ。嬉しい、ありがとうございます、ね、頑張ります。緊張ましたが頑張りますね。さあ、ごっちゃん、ゆうちゃん、はい、前回月の夜はいかがでしたか？なかなかハードだったかなと思うんですけど、はい、十分今日は練習してきましたでしょうか、来れましたでしょうか、はい、なんとなく、ね、頑張りましょうでもね、前回は本当にもういっぺんにバッとやってしまったので、今日はね、細かいところを見ていきたいと思います。レッスン始めていく前に、ステップの方ですね、一応復習してから始めていきたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、レッスン始めていきますが、はい、今日も、ウクレレの演奏は、前回に引き続き、はい、邦子さんにお願いしたいと思います。邦子先生、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、それでは、じゃあベーシックの方から始めていきたいと思いますが、はい、まずは、足の音ですね。肩骨1個入るくらい足先まっすぐにして、お腹を伸ばすことできないですけど、お腹伸ばすイメージで頭てっぺんにぐーっと背筋伸ばしていきます。はい、で軽く、肩骨握って人差し指と親指でここをスカートに握りましたね、ピンチですね。はい、でそのままちょっとお膝を曲げた状態です。はい、ここからベーシック全て始まっていきますので大丈夫ですか、心の準備は。はい、それではではまずカホロからいきたいと思います。お願いします。カホロ。Thank you.
レッスンまだね月のはやっていきたいと思います。でまずは皆さんの練習の成果をちょっと確認してみたいなと思いますので、はい、よろしいでしょうか、見せていただいて。はい、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。それではゆうちゃん、頑張って一人で踊ってみましょう、はいはい、まずは笑顔だけは忘れずにね、はい、はい、ではお願いします。お願いします。Thank you.
方がとてもいいですね。たくさんを見ればいいんですか、ね、手の動きの方を見たら方がいいので、ちょっと今日も見ましょうね。あ、でも上手、はい、日部になっちゃう、日部になっちゃう剣について、状態がまっすぐにこうぶれない、こう右に引ったり左に引ったりとぶれなさすぎないってことが大切だと思うので、うん、上半身をちょっと固定して、それでさらにその日部でも使ってるその手のしなやすかさの動かし方はよく活かしてやってみたらいいと思いますので、はい、分かりました。ちょっと頑張って後でね。いや、でもね、そんな、うん、そんな、今ちょっと、アラフを下ろしてました、ね、降りてきました。ほら、見事です。最後まで、しかも最後までね、踊れたの、笑顔なんだよね、おっちゃんは。うん、足がね、ステップがね、ちょっと足が、うん、ちょっとね、ここがね、そうね、上がっちゃうんですね。ね、足はちょっとじゃあ、下に戻すのをやってみましょう、後でね。この辺なんかほらすごく楽しそうでとてもいいですよ。伝わります。あっという間に右見て左見て上からですね。二人ともやっぱ難しいところなのでね、後でちょっとやりましょう。グワできて顔も連打して、この足が離れちゃうのをちょっとね下ろしましょう。最後の顔のところね、ほら、目線の配りがとてもいいですね。うん、全然、うん、そう、あ、踊りは本当に順番もあってるし、うん、目線が、うん、こうどういう風にやったらいいんだろう。そうですよね、うん、今日ね、ちょっとその辺もしっかりとお客様の方だけではなくて、その例えば綺麗な礼だったら礼を見てあげましょうって言った方がお客様に伝わるので、そのモーションに合わせた目線をつけるとよりお客様に伝わりやすくなったりとか綺麗に割れてきますので、はい、今日ちょっとその目線のつけ方もやりたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、はい、それではさらにこの辺をちょっと気をつけたらっていうところをちょっとお伝えしていきたいと思います、はいはい、で先ほど一番初めに言いましたその目線をつけるというところを今日ちょっとやってるので踊ってみますね。いきます。ちょっとフラではなくなって
ってしまうので、しっかり大地からのパワーをもらいながら足をまっすぐに出して戻してあげてください。でじゃあちょっと今のところ目線をつけてやってみましょう、はい、レディーワンスキー伸びますね。でもう一回正面に戻します。右の方で半分に開いてみます。花の冠を押さえて冠、これはお花の冠なのでお花しっかり表せます。つぼみはしっかりと上に上げてあげます。そうです、そうです。花の冠あげましょう。
今のところまでやったところまでもう一度最初から一緒に踊ってみましょう。はい、上半身がぶれないように頑張ってみてください、はいはい、それと苦手なビューティーのところは肘ですね、はい、肘をしっかり外にして胸からレイを皆さんに差し上げてください、差し上げて、はいはい、その辺を頑張ってではやってみましょう、はい、頑張れThank you.
じゃあごっちゃん、はい、ごっちゃんはとにかく笑顔がとても素晴らしいです。はい、ですので、ちょっとね肩がこう上がっちゃう部分がありますので、肩の力を抜いてリラックスをして、はい、そして顔のステップですね、顔のステップとかヘラのステップが足先が上がらないように、その辺をちょっと気をつけてやってみてください。さあスマイルで頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。ではその成果を、今日の2人の成果を見たいと思いますので、はい、お願いいたします。皆さん次回お会いしましょう。アナロハー。